彼です。先ほど説明した通り、大戦争があった後、敵は慌てて逃げたと。逃げたというか、後方へ下がったと。そういうことで、敵に、隙間を与えてはいけないということでもって、急遽、クランというところへ、クランというところへ、集結してきたと。日本軍がこれから陸路を、船を自動車で運んで、海へ船で持って、敵の後ろへと回るという作戦を取ったと。それで第1回目は、行ったところが、私の自転車がパンクしてしまったと。そういうことで困ったわーと。クランまでもう3時ばかり行かなくちゃならねえと。そういうことでもって、暗くなれば、豪州兵かインド兵にやられてしまうと。困ったなと思って、自転車を引いて歩いてたところが、小高い丘の上から、兵隊さんどうしたの？声かけられて、あんた日本人かって。そしたら30か40ぐらいの婦人だったが、兵隊さんをうちのじいちゃんに話して、うちのじいちゃんの車をやるから、すぐ、その車を持って上がってみなって。それからその山へ上がって、それで、じいちゃんのうちに行った。で、おめえたちの、おふくろや親父はどうしただった。遠藤へ連れてかれちゃったと。俺は親類以上回って、今ここへ逃げてきてるんだと。今、兵隊さんが来るってから、出てみたところが、あんたがパンクした自転車を引いて、惨めな姿だった。それから見たところが、まず損していったところが、縦に2枚バカのところ、3枚ぐらいのところに、これ豚小屋みたいなところに住んでるんだ。ああ、惨めだなと思ったけど、そしたらまあ自転車だけ借りて、それでパンクした自転車を置いて、それでその自転車を乗って、クランに飛びついたと。それで荷物監視や、兵隊官の荷物監視に見ながら、私がその船に乗って、すぐ出発だ。そうしたと、第1回目は、後ろへ回って、インド洋の向こうへ回って、それで、そこ3時ばか、20か3時かが、わからないが、朝で夜明けを期して、上陸して、戦をするで、1回目は敵も非常に慌てておったので、インド兵、甲州兵が、敵の砲兵の陣地には、まず機関銃も、戦車も、歩兵もみんなついぞ。それから一中隊が、二中隊の斎藤隊員が、まず軍刀を抜いて突っ込んでいく。その後小隊長も突っ込んでいく。まあ、俺は観測で、砲隊業を観測だから、どうぞ見たところが、すごい勢いで突っ込んでいく。それで中隊長、小隊長、みんなやられちゃう。機関銃でみんなバリバリ撃ってやられちゃう。だからもう、大体もうゴムリンの中に集結をして、3分の1ぐらい残ったが、集結をして、今から湿地のゴムリンの中へ逃げ込むんだと。こういう大隊長の命令でもって、湿地のゴムリンの中に逃げ込んだ。その途中で機関銃の兵団にあった。そうしたところが、その期間中の兵隊が、10人ほどの負傷した兵隊を集めて、そして、ほら、ええがあるねと。今、期間中まで警備してるんだと。それで戦車も来る。戦車が追っかけてきたけども、すぐ、速射砲が出て、速射砲って言って、大体の速射砲が前に出て、敵の戦車を撃った。2発ほど撃ったら敵の戦車は後ろに下がったから、その間に逃げて湿地に逃げ込んだ。
その逃げ込んだ時の話なんです。毎日何しろ湿地だから食べ物もなくて、そうしたところが、まあ、通信の兵隊がモロスで持って本隊の方へ連絡を取って、戦車じゃない飛行機で持って甲板を落としてもらうと、ヤシのゴム林の中のいたことですが、ヤシの木の下を飛行機が飛んでくる、そうして甲板を落としてもらって食べて息をついたと。忘れられない、その時の甲板の味は。もう2日も食べるものでいいんだから、それから甲板を落としてもらって食べて、割り当て食べて、それで敵はその間に後ろに下がっていく。まあ3日4日と置いて、それからやっと敵も下がった。ムアロン川っていう川だけども、ムアロン川の川の土を筑摩川の半分ぐらいの川だけども、それからまず敵の中を追って、敵の情報で作るまではまずひどい豪州兵、インド兵と英国兵と後ろ前を押した兵が後ろ下がっていって敵が多くなったと。そこで日本の軍は苦労して情報に着いたわけなんですが、情報は本当に未だに忘れられない情報水道でございますが、先ほどシンガポールの攻略の話をした通り、また近いうちにお話を申し上げる次第でございますが。